今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ。スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイン、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。 通りでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。 水玉色の小輪クリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いたなんていい加減なことを言うな。知らないのか、 500年前の聖杯大戦での出来事。3つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを3つも。全て歴史が語る事実だ。分かったぞ。 ホムラを戦争の道具にするつもりだろ。誰がそんなとさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にやった。 ならばその意志、等しく力で見せてみろ、少年。 力とはその程度のものか。ホムラは渡さない。聖杯とか力とか。 ホムラを物扱いしてるお前なんかに。ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。 同じことしかできないとはな。天の聖杯というのドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれず。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だが あれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。
あの二人、すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火。火は水に弱い。水。あった。みんな、あと少し走れるか。よし、来い。逃げるか。ほら、最大火力いける。はい、あと2回くらいなら十分。なさすぎるぞ、少年。そう来ると思った。花、頼む。了解ですね。水タンクだと。狙いはそれだったか。心外だな。何がです？このメルフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。機転も利くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様、いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。追ってこないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。な、お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え？約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って
住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを楽園の存在が証明されれば、そんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな、楽園って。あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だって、だろ？なんだよその毛布みたいな三段論法は。たく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけて、ある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら、私らだって。